さあ、どの戦いを紡ぐのか。また聖戦が始めたは負けることはない。私は信じています。海王ポセイドンとの死闘から数日後、243年前の聖戦でアテナによって封印された魔塔が崩壊し、閉じ込められていた冥王ハーデスの108人のスペクターが復活した。地上の愛と平和を守るため、新たなる聖戦の火蓋がここに切って落とされたのである。ポセイドンとの戦いが終わり、平和が訪れたかと思われた地上世界だが、新たな、そして真の危機が訪れようとしていた。ついにこの時が来たか。243年間わしはこの五老峰の大滝の前に座したまま、一歩も動かず監視し続けた。それももう終わりのようじゃ。ここから西へ1000キロの彼方の秘境、そこには全聖戦においてアテナが邪悪を封じ込めた巨塔がそびえ立っている。だがそのアテナの封印ももはや効力を失う時が来たのじゃ。今こそその封印は解ける。そして冥王ハーデス率いる108の魔聖が闇の底からよみがえる。この地上を暗闇と恐怖によって支配するために。だがアテナとアテナを守るセイントがいる限り、ハーデスたちの思い通りには決してさせん。新たなる聖戦が今再び始まるのじゃ。